皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやをお伺いする番組です。今回も第1回第2回に引き続き氏家裕太さんのお話をお伺いしたいと思います。それではパーソナリティのラリーさん、お願いいたします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、本日は、氏家さんからまた1回目2回目に引き続きお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回の最後にですね、学習者のまあ問題点というか課題として文字学習を挙げてくださっていましたけれど、その問題解決のために何かこう作られたとか、 何をなさったんでしょうか。文字を作りました。そして今も作り続けています。文字を作る、はい、文字を作るというのはどういうことなんでしょうか。これまでに教えたいくつかの国で学習者の書く文字があまり良くないなって思うことがしばしばあったんですね、はい。で、どうも原因を探っていくと、うん、国ごとの特徴というわけではなくて、どうも国ごとに、うん、国は違っても共通した文字のいびつさがあると思ったんですね、うん、はい。で、それは文字の練習帳とか文字学習のテキストのお手本に問題があるんじゃないかと思って、それでそこから文字作りということを始めました、うん。文字といって、例えばそのよく、パソコンに入ってる明朝とか語式とか、まあ、教科書体とかいろいろあるんですか。あの文字の形ですよね、はい、そうですね、活字の文字、はい、文字学習帳の文字練習ノートとかの、例えばあいうえおって書いてあって、その下に空欄がありますよね、はい。その上にあるお手本のあいうえおという活字の文字があまり良くないんじゃないかなと思ったんです、うん。お手本の文字が良くないというのはどういうことなんでしょう。そうですね、例えば手に、じゃあ今手に鉛筆かボールペンを持ってると仮定してください、はい。そして目の前に、まあ、空中でも机の上でもいいんですけれども、うん、漢数字の1を書いてみてください。はい、書きました。次に手に、はい、毛筆の筆を、墨を含ました筆を持っていると思わせてください、はい。でそれで同じく漢数字の1を書いてみてください。はい、書きました。2つの1を書きましたよね、はい。それで同じ手の動きは全くその2回同じでしたか。いいえ、全然違います。どう違いましたか。鉛筆の場合はただこう横に線を引っ張るだけ、はい。から筆の場合は最初にちょっとこう筆を落とすというのがあるので、ちょっとつけて横に引っ張って筆を止めるというのがあるので、その1の棒の前後になんかちょっとつきますね。そうですよね、はい。で日本語の活字っていうのは、うん、その多くがその毛筆体を元にしてるんですね。あ、ですので、はい、その活字の中にはその毛筆の特徴が、さっきおっしゃられた最初と最後にちょっとこうつくというのが入ってることが多いんですね、うん、はい。だけど学習者、日本語学習者が文字を練習するときに筆を持つことっていうのはまずないですよね、今は、うん。まあ鉛筆かボールペンかシャープペンシルか、はい。というわけでその文字学習のお手本として、うん、その毛筆が元になった文字が使われてるっていうのはどうも良くないんじゃないかなと、うん。でそのちょっとした特徴っていうのは漢数字の位置でもその特徴が入っているので、うん、こういう特徴っていうのはあらゆる文字に、ひらがな、カタカナ、漢字のあらゆるところに入っているんですね、うん。で学習者っていうのは、学習者にとって日本語の文字っていうのは文字ではなくて、まあ、図か図形か絵か、そのようなもんなんですね最初は、うん。なので学習者はそういうちょっとした特徴に敏感に反応してしまって、ややもすればそれを大げさにちょっと強調して書いちゃうようなことがあるんですね。あ、
でそれが後々まで残って、はい、そして文字の形が、学習者の書く文字がおかしいままずっと続いちゃうっていうことがよくあると僕は思ったんです。だからこれ日本人ではちょっと気づかないというか、そうですね、日本人にはもう無視しちゃうような、目に入らないようなことなんですけども、割とそういうところがネックになるっていうことがあるんですよね。じゃあそういう、いわゆるこうなんていうんですかね、分かりやすいそういう文字を作られた、そうですということでしょうか。はい。でも今最近あのパソコンの中に入ってるあのユニバーサルデザインのフォントっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうものとは何が違うんでしょう。あのユニバーサルデザインの文字っていうのはあれもすごくシンプルで綺麗な文字だと思うんですけども、あの僕が作ったのは書き練習のための専用の専門の文字なんですね。でそれはどういうことかと言いますと、はい、例えばひらがなカタカナの練習ノートを思い浮かべていただくと、その練習欄は文字の周りにはこう四角い枠が、正方形の枠がありますよね。で文字の周りには例えばひらがなのあだったら1画目2画目3画目っていう数字が入ってますよね。はい。で、僕はシンプルな形の文字を作ったんですけども、それだけがあってもちょっとどうにもならないんじゃないかと、で文字を練習するためにはそのさっき言った四角い枠と、筆順の数字があればいいですよね。ですのでひらがなのあいうえおと打ち出した時点でそのあいうえおは、あという文字はもうすでにワープロで打った時点で枠線に囲まれている。そして周りには1画目2画目3画目っていう数字が入っている。だからボタン一つで、キーボードの操作一つでその枠と筆順の数字が入った文字が一発で出てくるというものを作ったんです。わあすごい。それちょっと待ってください。どんな風にして使うといいんでしょうね。そうですね、例えば、はい、教室に学習者が20人30人いるとして、うん、で一人一人が名前の自分の名前を日本語で、カタカナとかひらがなで書けるようになればいいですよね。はい。そういう時ってどうやって練習をしていますか。多分あの50音表を、はい、置いて、その中からその人の名前で使う文字を学習者が選んで、はい、その中から50音の中から選んで、それをこう選んで自分の名前を書く。ということはマイケルさんだったらマミムメモからマを選び、はい、アイウェオからイを選びということですよね。はい、そうです。でもあの僕が作ったこれを使えば、あのマイケルというのを打ち出した時点で、その文字が枠線と、枠に囲まれていて、しかもアルファベットじゃなくてあの筆順の数字が入っているので、もうそのワープロからワードとかエクセルで打ち出した時点ですでに練習プリントとして成立しているということになるんです。ということは名前の、先ほど言われた20人のクラスだったら20人がそれぞれ自分の名前のシートというか練習帳を、はい、文字だけじゃなくて、はい、どういうふうに書いたら読みやすく綺麗に書けるかという、バランスのいい文字が書けるかというのと、筆順のあるお手本が手に入るということなんでしょうか。そうですね、だから一人当たり A4 のプリントにしても一人当たり1分もあればその人の専用の名前の練習プリントが作れるということになります。あすごい。そうなんですか。でもどうなんでしょう、最近その文字を書くというところにあまりこう力を入れないというか、読めればいいんじゃないっていうそういう声もないわけじゃないと思うんですけど確かにね、僕だって鉛筆をとかペンで文字を書く機会っていうのはぐっと少なくなってしまいましたから、ただ外国人の学習者にしても僕らにしてもそうだとは思うんですけども、まず彼らは日本に入ってくる時点で、日本に来ない人もいるかもしれませんけど、その入国カードに名前を記入したりとか、あとはそのやっぱり自分の名前と住所はどっかで書くことは必ず出てくるものですよね、生活していると。はい。なので文字を書く需要っていうのは減ることはないと思うんですね。そうですね、はい、で自分の名前っていうのはやっぱり読みやすいように書けなければ、住所もその機能を
と機能しないので、うん、あの文字の練習、文字の綺麗さっていうのは、価値っていうのは、書く文字の綺麗さっていうの価値は決して失われることはないんじゃないかと僕は思っています。わかりました。いやでも自分の名前がその自分の勉強しようと思う言語で書けるっていうのはすごく嬉しいですよね。もちろんね、学習中にも鉛筆でメモしたりすることはよくあるとは思うんですけどね、テストであるとかも。そうですね。でそれが早く書けるようになるってことですよね。そうですね、周りくどく練習しなくても自分専用の名前の練習がしやすくなるということですね。例えば苦手な文字だけを集めた練習プリントなんかも作ることができますよね。そうですね。でそれはもう勉強する学習者はもちろんですけど、それを準備する教師にとってもすごくこれは役に立つというか貴重なものになるんじゃないかなと思うんですが。はい、そうなればいいと思ってます。すごいですね。でも今後これをどんな風に展開していこうというふうに考えていますか？僕が最初に思ったのは、途上国の田舎の教室でも使いやすいものにしたいと思ったんですね。ですので、そういうとこも含めて世界中の日本語の教室の現場でクラスで、学習者が早く文字、特に自分の名前とかを書けるようになればいいなと。そしてそれに伴ってその教師先生方の文字を教える手間っていうのがぐっと短縮されればいいなと思っています。ありがとうございました。もう早くそういう時が来るのを、願っています。そうですね、僕もできるだけ早くそうなればいいなと思っています。はいはい、ありがとうございます。じゃあ、日本語の話もあれなんですけれども、将来の夢というのは何かありますか？将来の夢ですか？はい、今はそうですね、いろんな国に行ってたくさん写真を撮りたいですね。僕写真が好きなので。おー、どんな写真撮られますか？風景よりも人の写真が好きで、よく子供の写真なんかを撮ってたので、またいっぱい撮りたいなと思います。わかりました、ありがとうございます。さてさて、それで、宇治江さんシリーズの第1回目に私をお尋ねしてまだ答えを伺っていないというのがあるんですが、はい、非常に、ね、答えにくい質問を私はしてしまったんですけど、宇治江さんを一言で言うとというので、連戦連敗ですというふうに答えてくださいました。はい、これは具体的にはどんな意味だったんでしょう？ここ最近いろんな採用試験なんかも受けてるんですけれども、はい、なかなか合格することができず、でさっき言った文字教材についてもなかなか形にするというところまでいっていないので、そういう意味で今は連敗中ということになります。分かりました。私もその今ね、貴重な文字のお話を伺っていて、本当にリスナーの皆様、正直申し上げると理解するのに本当に時間かかりました。でリンクを貼って、宇治江さんの方から説明していただける動画があるというふうに聞いているので、ぜひ皆さんそちらを見ていただいて、あ、これだったんだというふうに見ていただけるといいかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。皆様、宇治江さんシリーズ3回いかがでしたでしょうか？宇治江さんを一言で言うと連戦連敗というふうに伺いましたけれども、やはり宇治江さんにお話を伺っていて、この連戦連敗というのは何か他のことをするために必要な途中経過なのではないかなというふうに感じました。宇治江さん、いろいろ貴重な経験を話してくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか？いやー、日本語の文字には私たちは完全に慣れてしまってますけど、確かに全く知らない外国語の文字って図形にしか見えない時ってありますよね。またそれを書いてみようと思ってもフォントのタイプもいろいろあって、どこが太くてどこが細いのか、大きさやバランスとか、お手本見てもわからないことってありますよね。全くこれと同じように、ひらがな、カタカナの書き方で困っている日本語学習者に対して、宇治江さんはよりシンプルで分かりやすいフォントを作っただけでなくて、さらにその文字がきれいに書けるように、書き順と大きさのバランスが分かるための点線のガイドがついているフォントを発明したということは本当にすごいことだと思います。このフォントを使えば自分で手書きの練習シートが自分で作れるし、全世界の日本語学習者の何千何万とあるいろいろな名前が誰でも綺麗に書ける練習ができるというわけですよね。いや、ちょっと音声じゃ分かりにくいので百聞は一見にしかず、実際に概要欄にその資料や説明の動画リンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。
また質問や感想などもありましたらコメント欄にお願いします。チャンネル登録も大歓迎です。以上、全3回で氏家裕太さんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。皆様、次回のゲストもお楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたしました。